近所に住んでるローカップル。55歳ババアが75歳ボケジジイを献身的に介護してるんだが、実はババアは40年前から一方的にジジイのストーカーをしていただけの人で未入籍。15年くらい前にジジイが病気で倒れたのを機に、勝手に介護を始めたらしい。ババアが、この人は私の命なの、とジジイの頭を撫でるのを見て、前は微笑ましく思っていたが、事実を知ってからすげえ怖くなった。15歳の少女が35歳の中年をストーカー？両方、結婚してないんだろうか。家の裏に住んでるばあさんの話では、二人は高校教師と教え子らしい。両方独身かどうかは知らない。なんか思った通りの反応が返ってこないな。40年もひたすら一方的に好かれるって怖くね？しかも体の自由が効かなくなったら、もう一生逃げられないとか怖くね？他に介護してくれる人がいないんならありがたいのかもよ。じいさんに聞いてみれば？じいさん喋れないよ。車椅子に座ってあう言いながらよだれたらしてる。そんなじいさんに未だ夢中だというばあさんが怖い。もう誰も覚えてないと思うけど、スレ71の941です。先月霊のじいさんが亡くなり、その後お骨をめぐるトラブルがあったと聞き、好奇心を抑えられず、ばあさん本人にいろいろ聞いちゃいました。まず二人が出会ったのは、前に書いた通り15歳と35歳の時。歳は離れていたが二人は愛し合い、卒業後に結婚しようとしたが、じいさんの先妻の親族が、ばあさんの実家に押しかけて怒鳴り散らして反対し、もともと外聞を気にしていたばあさん親も反対し始め、破談に。しかし、どうしても許せなかったのか、先妻の妹がしつこくばあさんをつけ回し、職場に押しかけてみたり、様々な嫌がらせをし続けた。もともと結婚を諦めきれなかった二人は、遠い他県に引っ越したが、何ヶ月かすると妹が現れて嫌な噂を流され、住みづらくなって引っ越さざるを得なくなった。あまりの妨害に何度か別れもしたが、じいさんがもともと病弱だったのに辛労で体を壊してしまい、早くに病気になってしまったため、この町に引っ越し、腹をくくってばあさんが、近所からの冷たい目や妹の妨害などすべて引き受けるつもりで身を落ち着け、介護生活に入ったそうだ。50代なのにどう見てもおばさんでなくばあさんにしか見えないのは、苦労を積み重ねたせいらしい。最後にすれ本題の話な。俺に、あのばあさんはストーカーで気違いで恐ろしい女、って吹き込んだ裏のばあさん。なんとそいつがじいさんの繊細の妹だったんだよ。ただただ姉の元夫の再婚が許せないがために、何十年も二人をつけ回し、結婚もせず、ひたすら監視と嫌がらせの毎日を送り。そしてじいさんが死ぬと、二人の家に上がり込んで骨壺を奪おうとするという恐るべきストーカー。俺よくそのばあさんからやけに親切にされて、野菜や煮物もらったりしてたのに。好きな人の若い頃に似ていると言われたこともあったが、ばあさんにも同じこと言われてマジで震え上がった。つまり、じいさんに似てるんだろ？俺。すぐにでも引っ越したい、怖すぎる。